ろさん、アンケートありがとうございます。はい。もう僕もあれですね。あの、タイムマシンあったら、10年後、僕、このまま続けてって、ぶち抜いてったら10年後どうなるのか、結構ワクワクしてるんですけど <laughs>、ね。こいつどんな成長ぶり、まあ、レベゼン地球さんは、何年だレベゼン地球さんも何年もやったと思うんですけど、 僕はそこまでバズっていくことはないと思うんで、でも10年、20年後を見たときに、30年後見たときに、どうなるんですかね。<laughs> まあ10万本は僕ね、多分ね、一人でアップロードできるんで、10万本アップロードしたその後の未来ってどうなるのかなっていうのちょっと興味深いですけどね。ありがとうございます。 で、アドセンスとアマゾン楽天はトラウマっていうことで、まあ、これしか書いてないんで、ちょっと、何が原因なのかわかんないですけど。まあ、アドセンスで稼げる方法だったり、アマゾン楽天で稼げるっていう方法をやってダメだったのかわかんないですけど。まあ、トラウマはいいんじゃないですか。<laughs> 僕、トラウマがあったからこそ今があるんで。どういうトラウマがあったかっていうと、就職活動を、あの、よく君これで就職活動してるね。 あの、メガネかけた面接官ですね。メガネかけて、メガネが光ってたんですけど、メガネかけた面接官に、君、これでよく面接しとるね、みたいな。みたいな。で、あと、オートバックス、それは日産のディーラーでしょあと、オートバックス、面接行った時に、あのー、君ね、申し訳ないけど、アルバイトでも採用難しいよ。真顔で言われましたからね。<laughs> トラウマでしかないですね。で、そのトラウマがあったから今があると僕は思います。 な、トラウマを、馬に変えるか、馬に変えないかは、自分次第かなっていう <laughs>。そう。まあ、馬早いじゃないですかあ。フェラーリ、フェラーリ、トラウマをフェラーリに変えるか、変えないかは自分次第ってことですね。うん。まあ、今回、その、財布の当選者に関しては別動画見ていただければわかりますんで、見ていただければなと思うんで。あのー、なんだ。 えっと究極のマインドセットですね。究極のマインドセットを見ていただいて、あの見れるように、120万払わないで見れないやつを見れるようにするんで、それを見ていただいて、自分に欠けている、えー、ところをやっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、間違いなく究極のマインドセットで言ってる僕の話を、腑に落とすことは難しいかもしれないですけど、あの脊髄に染み込まして、2020年行動できた場合、確実に人生は変わります。もう断言します。 脊髄に染み込ませないとダメですよ。脊髄に、はい。僕ね、このコピー好きなんですよ。脊髄に染み込ませろっていう。まあ僕、僕も勉強して、まあ今も勉強してる部分ありますけど、その教材でね、脊髄に染み込ませろっていうね、フレームがあって、いいなって。脊髄まで染み込ませないとダメなんだ、みたいな。うん。脊髄まで染み込ませることができるんであれば大丈夫ですね。 究極のマインドセット、うんはい、しっかり見てやってほしいなと思います。アンケートありがとうございました。